前回のあらすじ。ラハム、貴様らはここで消えてもらう。やはり初めの村というだけあって、敵も弱いな。武器屋に武器が置いてなかったが、もともと武器など使ったこともないからな。我の名はラクチャ。余裕すぎだな。そりゃあ初めの村だ。余裕なのは当たり前だ。おそらくこれからどんどん強い敵が現れるぞ。なるほど、よし、それじゃあ次の村へ行こうか。ガタ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 。おいトラちゃん、この BGM 変えないと今後一切陸返さないよ。よろしい。ここ、広大魔王様、大変でございます。どうしたの？あ、勇者たちはもう倒したかな？そのことなんですが、全滅しました。おお、さすがだね。やっぱり初めの町で勇者を倒しておけばよかったんだ。いやー、これで一安心。大魔王は勘違いしております。え？勘違い？はい。全滅したのは、我々なんです。は？嘘？マジ？イエスイエス。え？送り出したのは私の次に強い者たちなんだけど。いや、二人合わせたら多分私より強いんだけど。え？どうすればいいの？てかなんでそんなに強いの？勇者なので。納得せざるを得ない。クソ。このままじゃ勇者、略してワイにこのファテ城が奪われてしまう。いやだ、ワイにファテを取られたくない。絶対の絶対ワイさんにファテを取られたくないよー。広大魔王様、完全に市場が入っております。あ、ごめんごめん、ついつい。とにかく、これからどうするか考えるべきだと思いますが、どうしましょう。広大魔王様、私に考えがございます。あ、最近広大さんと全然絡めてないなぁ。そろそろ本気で怒ってるかなぁ。って思ってるウープ主じゃん。だからマジでやめて。それでトラちゃん、いい作戦あるの？あるなら教えてよ。あ、そうでした。先ほど霊夢が話したように、今回の勇者は想像を絶する強さです。しかし、どれだけ強くても、先に進めないようにすればいいんです。先に進めない？どういうこと？ご説明します。勇者は村やお城に移動するとき、どうやって移動しますか？え？徒歩、もしくはルーラや魔法の絨毯とかかな？その通りでございます。しかしルーラや魔法の絨毯を手に入れるには、少し冒険を進めないともらえないですよね。まあ、そうだけど。ということはまだ勇者一行は徒歩で進んでいる、ということです。だから何？冒険あるあるで、大きな岩山があると先に進めないですよね。そこで、勇者が必ず通らないと話が進まないといけないようなところに大きな山を置いてください。それでゲームが積んで我々の勝利です。なるほど。それは確かにいいかもしれない。よし、早速やってみよう。霊夢。かしこまりました。それでは部下を引き連れて、大きな山を設置しに行きたいと思います。頼んだよ。お任せください。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。